ご挨拶はお二方ご登場いただこうと思います。まず最初のご挨拶はホームページで引退のお知らせがありました。寂しくはなるんですけれどもね、今日サポーターさんの前で、ご挨拶できる最後の機会となりますので、吉川選手お願いします。拍手でお迎えください。加入させてもらって、今年1年始まるとき、自分がサッカーできる場所がないときに、自分のサッカーをできる場所を作っていただいた三尾、琵琶湖、滋賀の関係者の皆さんに、深くお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。ホームページの方では、三尾、琵琶湖、滋賀に向けてのメッセージだったんですが、今から大事に伝えるところということで、自分が今までサッカーで、ここまで歩んできた道のりっていうのを少し話させてもらいたいと思います。僕は29歳なんですが、29年間サッカーをし続けて7年間プロ生活をやっていきました。一番初めに思ったのは、やっぱり自分の地元のチームに J リーグチームがあるというのは非常に嬉しく光栄なことです。一つの県が、サッカーで、一つになり、たくさんの仲間ができ、毎日毎日が本当に幸せな時間でした。プロ生活は充実した日々だったんですが、結果的には満足のいくものではなかったかもしれないですけど、自分にとっての7年間というものは、これから生きていく上で大きな財産になったと思います。今ここにいる皆様と出会えたのもサッカーがあったから出会えたと思っています。やっぱりここまでやってこれたには、今ここにいる仲間もそうですし、ファンやサポーターの皆さん、今日ここで運営をしてくださった、三尾、琵琶湖、滋賀の関係者の皆さん、すべての方のおかげで自分たちはここに立てていると思っています。いつも自分は感謝の気持ちを持ってプレー、日々の生活をしていきましたが、もうここでこのサッカーをするということは終わりますが、非常に後悔など残っている気持ちはありません。この29年間必死に走ってきた結果、自分が気持ちいい形で終われるのはこの地元の三尾、琵琶湖、滋賀で終わることが一番いいという決断を自分でしました。今年1年間は本当にここにいる仲間にも支えてもらって、自分が折れそうな時、もう逃げ出してしまいたくなりそうな時、本当にここにいる仲間の仕事をしても前向きにこのピッチで明るく声をかけてくれて、自分はサッカーしかしていないのに、この今いるみんなの仲間が夜遅くまで仕事をして、自分のトレーニングは午前中だけだったんですけど、本当に元気をもらいました。やっぱり仲間は最高やと思いました。あとこのチームを J リーグに上げるっていうことはできなかったんですけど、一サポーターとして
このチームが J リーグに挑戦し続けるその背中を一サポーターとして応援していきたいと思います。本当にこの1年間このチームで戦えたことは僕にとって誇りに思いますし、何の間違いもなかったと思います。このチームに来てまだまだ小さいクラブかもしれないですけど、始まりはみんな小さいクラブだと思います。どんどんみんなで成長していってほしいと思います。過去は変えれない、過去は変えれないですけど、未来はみんなの努力で変えていけると思います。今ここにいるみんなが全力で前に向かって、いつかこの滋賀県に J リーグチームができた時には僕も嬉しく思いますし、ここにいる皆さんも笑顔があふれていると思います。そんな滋賀県のシンボルになるようなチームになってほしいと思います。本当に1年間こんな未熟者な自分でしたが、このチームに加入させていただきありがとうございました。ありがとうございました。なんかね、ほんまにね、滋賀県から J リーグってずっと言い続けてますけど、こんな難しいんかと、ね、こんな困難次々来るのかって思うんですけれども、でもね、今お話しあったみたいに、ほんまに一歩ずつでもちょっとでも良くなってるところとか前向けてるところがあるんやと思います。で今ね、一サポーターとしてって言ってくれましたから、それはぜひともね、今度ね、来年以降は私たちのサポートを席に一緒にね、応援にね、入ってもらいたいなと思います。よろしくお願いします。さあ、頑張ってほんまに滋賀県からね、 J のチーム目指しましょう。というわけで最後の締めは石間キャプテンお願いします。今日は集まっていただいて本当にありがとうございます。そして1年間応援ありがとうございました。リーグ戦はな、まあ、なかなか結果が出ず、天皇杯ではマリノスと試合することができて、まあ、結局勝つことはできませんでしたが、まあ、本当に選手は1年間本当に必死こいて頑張りました。で、僕はキャプテンやらせてもらって、本当に今ここにいるメンバーは本当に誇りです。本当にこのメンバーがいたから僕は思い切ってキャプテンという仕事できましたし、本当にこの仲間は最高の仲間であって、で、今後引退する選手、退団する選手、残る選手それぞれいますけど、本当にこのメンバーを一人一人応援してあげてほしいです。本当に1年間苦しい思いして頑張ってきたんで、その悔しい思いというのは絶対今後生きるし、ここで出会った仲間はサポーターも含めて何かの縁で出会ったわけで、この縁を絶やすことなく、やっぱりそれぞれの方面に行っても応援してあげてほしいです。で、それとともにやっぱりこの三重琵琶湖滋賀っていうチームをこれからも応援してほしいですし、間違いなく皆さんの力が必要で、僕たちのモチベーションというのはやっぱり皆さんが作ってくれるあの雰囲気、それはすごい大切なもので、やっぱ練習試合でも足を運んでくれるサポーターの方だったり、やっぱそれが一人でもいるだけで僕たちのメンタルは違いますし、すごいモチベーションが高くなりますし、本当に感謝してます。なのでこれからもやっぱりこの選手と三重琵琶湖滋賀っていうチームを応援してほしいです。頑張って J リーグに上がれるようにみんなで力を合わせて頑張っていきましょう。とりあえず今年1年間本当にありがとうございました。